ファイブポインツの正面と、側面ファイブポインツの背面ファイブポインツと、通称される、インスティチュートオブ、ハイアーバーリン、ないし、ファイブポインツエアロゾルアートセンターは、アメリカ合衆国ニューヨークシクイーンズク、ロングアイランドシティに、かつて存在した、世界最高の落書きのメッカとされる屋外芸術展示空間である。近景ファイブポインツという名称は、 ニューヨーク市の5つの行政区が一つになるという意味である。この建物は、ジャクソンアベニューを挟んだモマ PS1 の向かいに位置し、ニューヨーク市地下鉄7、7系統の列車 IRT、フラッシング線のコートスクエア駅から、マンハッタン方面に少し出たあたりからよく見ることが、できた。世界中からやってきたエアロゾルのアーティストたちが、工場後の建物の壁面20万平方フィートに、 色鮮やかな作品を描いていた。ロングアイランドの開発事業者、ジェリー・ウォルコフと息子のデイビッド・ウォルコフが所有する、この一帯の施設は、クレーンストリート・スタジオと称され、200人のアーティストたちに対して、スタジオ空間が市場の相場よりも低廉に提供されていた。2009年の時点で、450平方フィートのスタジオの賃料月額は600ドルであった。 2011年3月に、ウォルコフは、高層住宅棟群を建設する再開発計画を発表し、ファイブポインツは解体される運びとなった。この再開発プロジェクトは、新しいビルの多くのスペースを、グラフィティ専用に利用することを盛り込んでいる。2014年2月より、解体作業が始まり、2015年1月末には、この敷地は、完全に、さら地となった。 この建物はもともと1892年にネプチューンメーター社によって水道メーターの製造工場として建設された。この工場は1970年代にジェリー・ウルコフによって買収され、1990年代になってアーティストたちが合法的にグラフィティ活動ができる場所として貸し出された。この利用目的の1993年にパッリ,リリョによって、 ファンファクトリーが開設された。これは、グラフィティアーティストたちに、正式な発表の機会を提供することで落書きによる、破壊活動の抑制を目指していた、グラフィティテーミネーターズという取り組みの一環であった2002年、マリス名義で活動していたジョナサン公演が、キュレーターを務め始めた。公演が知らないアーティストが活動する場合には、事前に、作品2本の提出が求められ、 壁画台の作品制作が予定された場合には、レイアウトの提出も求められた。この頃に、公園によって、5ポイントという名称が付けられ、後に有名になった。彼はこの建物を、グラフィティミュージアムにする計画を持っていた。グラフィティ界における中心的存在としての評判が高まった結果、この工場後は、世界中のエアロゾルアーティストたちの作品が集まる、こととなった。 カナダ、スイス、オランダ、日本、ブラジルやアメリカ合衆国全土から伝説的な描き手がやってきて建物の壁面を飾ったがその中にはステイハイ149、トレーシー168、コープにパート、スプ、タッツクルーラが含まれていた2009年4月ニューヨーク市建築局は許可なく設置されたスタジオのパーティションなどを含め建物に 様々な問題が検査によって見つかったとして、最大の建物の閉鎖を命じた。この検査は、2009年4月10日に、コンクリート製の避難階段の一部が崩落し、アーティストが怪我をしたことを受けて行われたものであった。2013年8月21日、ニューヨーク市都市計画局は、満場一致で、ファイブポインツを解体し新しいコンドミニアムに建て替える計画を承認した。 この再開発計画では、二棟のタワーマンションが建てられ、小売施設も入居する予定である。デベロッパーのデイビッド・ウォルコフは2013年末までに解体したいと公表していた。2013年10月9日、ニューヨーク市議会は、満場一致で400ドルミリオンの開発計画を承認した。この計画では、1000ユニットのアパートと210ユニットの 低価格住宅が設けられることになっている。また、1万平方フィートのパネルと壁がアート専用に、さらに1階のファサードはグラフィティ専用に利用されることになっている。2013年11月19日、タイムアウトニューヨークは、ファイブポインツのグラフィティは、前夜のうちに白く塗りつぶされたことを報じた。ファイブポインツのツイッターアカウントも、この事実を報告した。 ファイブポインツを保護するための制作者たちによる訴訟や2013年11月16日に行われた単眼署名を集めるための集会も虚しく、この再開発者サイドによる白塗りはファイブポインツが間もなく解体されることを知らしめた。この作業は夜中の1時から朝7時まで部外者の侵入を阻止するため警察たちが見守る中で行われた。 2013年11月20日、ある連邦判事は、この予告なしの白塗りは、ウォルコフファミリーによるアーティストたちへの損害賠償が生じる可能性を述べる判決を出した。この建物の解体作業の第一段階として、アスベスト除去処理が2014年2月に始まった。この作業期間中、都市グループが建物の内装の映像記録を行った。 ファイブポインツ解体のニュースはアーティストたちに否定的に受け止められた。少なくとも二つの抗議アートが白塗りされたビルに対して行われた。2014年2月3日、アートマーダーと青と赤の文字で大きくビルの側面に描かれた。2014年3月10日、ジェントリフィケーションインプログレスと書かれた大きな黄色い垂れ幕がビルの周囲を覆った。 2014年11月の時点でメインの建物は完全に解体され、2015年1月には隣接する建物も完全に解体され、この敷地はさらちとなった。この場所で活動していたアーティストたちの一部は、ジャージーシティ及びザブロンクスへ移ると話している。ファイブポインツの初期のグラフィティの一つ、EN、ジャムマスター、J の肖像。 about.com のジョン・ロルックは、ファイブポインツは、古い倉庫を転用したアーティストたちのスタジオを収めた、施設を覆う、グラフィティアートの生きたコラージュであると述べている。ファイブポインツは、世界的に知られており、世界中のタガー、ないし、グラフィティアーティストたちがグラフィティを描きにやってくる。ファイブポインツは、クリスチャン・サイエンス・モニター、ボストングローブ、ニューヨーク・タイムズ、 インターナショナルヘラルドトリビューンなどの新聞で取り上げられたことがある。あるアーティストは、この施設の解体によって安くて合法的にグラフィティを行うことのできる場所がほとんどなくなると述べている。2011年、レスキュー・ミー・ ny の英雄たちの最終話でドラマの中で火事が起こった場所である。2013年の映画グランド・イリュージョンにて、このビルは、 フォーホースマンマジックショーの最終演目のステージとして用いられた。この衝撃的なグラフィティで埋め尽くされた倉庫がヒッピーホップや R&B のスターたちを引き寄せており、彼らのミュージックビデオの中に登場する。ダグイーフレッシュ、カーティスブロー、グランドマスターカズ、モブディープ、ラゼル、DJ、JS-1、ブートキャンプクリック、ブート、キャンプクリック、ジョーン・ジェト、 ジョス・ストーンらが当地を訪れている。2014年12月の、このビルが完全にさらちになる直前には、EN、ジョン・トルーラブ作詞、EN、テディ・キング監修のキング・トルーラブクリスマスビデオ、X ・スペルズ・クリスマスに登場する。ありがとうございます。